白雲は日本海軍の駆逐艦、吹雪型駆逐艦の8番艦。日本海軍の艦船名としては1902年春工の白雲型駆逐艦白雲に続いて2隻目。駆逐艦白雲は日本海軍の駆逐艦、吹雪型駆逐艦の8番艦。吹雪型の5番艦から8番艦までは艦名に雲が含まれるため、雲級と呼称されることもある。 1928年7月28日の春光時は第42号駆逐艦だったが8月1日に白雲と改名された。太平洋戦争開戦時、引き続き第3水雷戦隊機関の第12駆逐隊に所属し南方作戦に伴うマレー作戦やランイン作戦に従事した。1942年3月1日、バタビア沖海戦に参加した。 3月10日に第12駆逐隊が解体され、白軍は第20駆逐隊に編入された。20× はベンガル湾機動作戦、ミッドウェイ作戦に従事した。7月中旬以降、B 作戦に従事した。連合軍のソロモン諸島藩工作戦開始に伴い、B 作戦は中止され、三水戦もガダルカナル島攻防戦に投入される。 同年8月28日、第20駆逐隊は川口市大戦検隊をガダルカナル島へ輸送中、SBD ドーントレスの空襲を受けて、白雲は損傷した。第20駆逐隊は10月1日に解体され、白雲と夕霧は警備駆逐艦となった。白雲はクレや大阪で修理を行う。1943年4月1日、白雲と薄雲は 第9駆逐隊に編入され、駆逐艦3隻となって、第5艦隊霊下の第1水雷戦隊に所属した。6月6日、深夜、白雲は駆逐艦、沼風と衝突し、艦首部を損傷した。大港や函館で修理した後は、千島列島や北海道周辺での紹介や、船団護衛任務に従事した。1944年3月16日、 第9駆逐隊は陸軍輸送船4隻を護衛中、釧路沖の太平洋で米潜水艦東徳に襲撃される。魚雷攻撃により、白軍は沈没、前乗組員が戦死した。1926年9月29日、藤永伝造船所で建造予定の駆逐艦に第42号駆逐艦の艦名が与えられる。第42号駆逐艦は、 富士縄殿造船所で10月27日に寄港。1927年12月27日に浸水した。1928年7月28日、浸航した。8月1日付で白雲と改名され、新編の第12駆逐隊に所属した。12月1日、第12駆逐隊は第2艦隊第2水雷戦隊に編入された。 1935年4月、満州国皇帝の府議が練習戦艦、比栄をお召し艦として来日することになり、第十二駆逐隊は比栄の具部艦に指定された。第十二駆逐隊は比栄を護衛して日本と中国大陸を往復した。9月26日、第十二駆逐隊は三陸沖で台風により多数の艦が損傷する第四艦隊事件に遭遇し、 白雲は、巨雷核濃庫などに軽微な損傷を受けた。1940年5月1日、日本海軍は、軽巡洋艦、川内及び第12駆逐隊と第20駆逐隊により、第3水雷戦隊を新編した。同年7月以降、第3水雷戦隊は、第2海士艦隊に編入され、中国大陸へ進出する。 日中戦争における下中での沿岸作戦、北部仏印新中作戦などに参加した。同年11月15日、白雲駆逐艦長は、前川新一郎中佐から瞳と四字中佐に交代した。1941年9月12日に内示された昭和17年度海軍戦時編成によれば、駆逐艦、白雲は、姉妹艦、薄雲と、 第51駆逐隊を編成する。さらに、第51駆逐隊は、空母、赤城及び、加賀とともに、第5航空戦隊を編成する予定とされた。しかし、太平洋戦争の勃発により本編成は実現せず、第51駆逐隊が大型空母2隻と行動することはなかった。太平洋戦争開戦時、第12駆逐隊は引き続き、 1> 第1艦隊霊下の第3水雷戦隊に所属していた。山水戦は、マレー部隊に編入され、南方作戦に伴うマレー作戦に従事した。12月17日、1 2ける間、死篠の目が、ボルネオ島攻略作戦で空襲により、沈没、翌年1月15日に1 2るから除かれた。1 2るは引き続きは来たる部隊としてシンガポール。 周辺総統船やライン作戦に従事し、1942年3月1日には、バタビア沖海戦に参加する。第7戦隊、第2小隊を含む脇ル部隊からの派遣部隊は、第5水雷戦隊と協力し、米中巡洋艦ヒューストン、オーストラリア軽巡パースオランダ駆逐艦エベルト戦を撃沈した。3月10日、第12駆逐隊は、解体された。 村雲は第11駆逐隊に、白雲は第20駆逐隊に編入された。第20駆逐隊を含めバキタル部隊は、スマトラ島攻略作戦と、アンダマンニコバル諸島攻略作戦、ビルマユ送作戦等を実施した。3月下旬、バキタル部隊指揮官は、臨時部隊を編成し、ベンガル湾で独自の作戦を行う方針を示した。バキタル部隊は5分割され、 北方隊は、第7戦隊司令官、栗田武雄少将の指揮する従順、熊野と鈴谷及び駆逐艦、白雲であった。4月1日、バキタル部隊機動部隊は、メルギーから出撃する。北方隊は輸送船8隻を撃沈した。4月10日、第2弾作戦第一機兵力部署の発動により、バキタル部隊に派遣されていた部隊や艦艇は、 小ざ長官の指揮下を離れ、三水船を内地に戻った。5月下旬から6月上旬のミッドウェイ作戦における第三水雷戦隊は、連合艦隊司令長官山本五十六大将と第一艦隊司令長官高須市中将の戦艦部隊を護衛した。この頃、舞鶴海軍交渉では遊具型駆逐艦区間、巻波を建造していた。6月30日、 白雲駆逐艦長、瞳豊寺中佐は、牧並義装委員長に任命される。公認の白雲艦長は、佐藤重吉少佐であった。ミッドウェイ海戦の敗北後、第七戦隊や第三水雷戦隊は7月下旬のインド洋方面、通称破壊作戦に転用された。連合軍は1942年8月7日に、ガダルカナル島とフロリダ諸島に上陸し、 ガダルカナル島の戦いが始まった。連合艦隊は B 作戦を中止し、南東方面部隊を編成した。大本営と現地陸海軍は各種状況を検討し、グアム島所在の一騎死体とパラオ諸島所在の不評三35旅団及び海軍陸戦隊を合同奪回のため投入することにした。山水戦は川口主体の輸送船の護衛を命じられた。 B 作戦のため、マレー半島メルギーに進出していた各部隊は、作戦中止により、トラック白地に向け移動を開始した。スラウェシ島やミンダナオ島を経由して、トラック白地に向かった。8月19日午後2時、外南洋部隊指揮官は、川口死体輸送船の加藤輸送と護衛予算、推薦が行うよう加齢した。ガダルカナル島では、アメリカ海兵隊が、 ヘンダーソン飛行場の整備を急いでおり、8月20日に急降下爆撃機と戦闘機が進出した。ガトウに上陸した一騎士体戦艦隊は飛行場奪回を目指したが、イルガート河戦で全滅状態となり一騎清自家大佐も戦死した。8月24日の第二次ソロモン海戦で日本海軍機動部隊は米軍機動部隊の撃滅に失敗し、連合軍は ヘンダーソン基地を拠点に、同等周辺の制空権を握っていた。一方、山水船は8月23日トラック白地に到着した。不評第35旅団長、川口清県陸軍少将が率いる川口死体、約5000名を乗せた、輸送船2隻は、すでにトラック白地に到着していた。24日、山水船は川口死体輸送船2隻を護衛し、 トラック白地を出発した。長25日、ガダルカナル島へ向かった第二水雷戦隊と輸送船団が、ヘンダーソン基地の SBD ドーントレスとエスピリットんと、島の B-17 重爆から攻撃される。駆逐艦、ムツキという操船、金達丸が沈没し、軽巡、人頭も中破、一騎士隊、第二艇団と海軍陸戦隊の揚陸を断念する事態となっていた。 連合艦隊は、一騎主体、第二艇団のガトー直行を中止し、警戒艦艇によるガトー急速輸送、ネズミ輸送の実施を決定した。8月26日午前7時50分、南東方面部隊指揮官は3水薦に、ガトー直行中止と、川口主体1個大隊の27日よる、ガトー揚陸を命じた。また、外南洋部隊及び、 同部隊造園部隊にもネズミ輸送と27日夜、ガトー揚陸を命じた。南東方面部隊の命令を受けた山水船と、川口市隊は、協議を行う。26日夜半に、洋上で、陸兵1個大体約600名を輸送船から台、二十駆逐隊に移乗させ、軽巡、川内が、輸送船二隻を護衛して、ラバウルに送り、 高速の駆逐艦4隻は27日夜にガト揚陸を行うことになった。8月27日朝、第20駆逐隊は飛行艇に直接された。外南洋部隊指揮官は日本軍基地航空隊のヘンダーソン基地空襲が不徹底と判断しており、川口市隊の揚陸を28日夜に変更し、第20駆逐隊はブーゲンビル島ショートランド白地に寄港。 第24駆逐隊司令、村上信幸助大佐の駆逐艦3隻と合同せよと加齢した。この時、第20駆逐隊は三体サベル島北方沖まで移動しており、ショートランド白地に寄港すると燃料が不足する状態だった。そのため、第20駆逐隊司令、山田雄二大佐は、イサベル島北側で適宜待機し、28日午後に、 フロリダ諸島周辺で合流する方針を伝えた。8月28日午前6時、第24駆逐隊司令指揮下の輸送隊と第6戦隊司令官、後藤存治少将が指揮する支援部隊はショートランド白地を出撃した。第20駆逐隊はフロリダ諸島沖で第24駆逐隊と合流すべく南下を開始した。燃料不足のため低速で行動を開始したが、 これが敵機の空襲を受ける要因となった。午前8時、第24駆逐隊司令は、第20駆逐隊に対し、加ーでの揚陸方法を加齢した。直後の午前8時20分、第20駆逐隊は B-17 に直接される。午後2時30分、イサベル島東海上のラモス島付近で、ヘンダーソン飛行場から飛来した SBD ドーントレスの攻撃を受けた。 攻撃隊指揮官はアメリカ海兵隊のリチャード・シーマングラム中佐であったという。ドーントレス一気撃墜と引き換えに第二十九逐隊は大損害を受ける。白雲は警府省二名だったが、機関室浸水により航行不能に陥った。また、朝霧が沈没、夕霧も資金弾で損傷し、山田シレらラーが戦死した。無傷なのは雨霧だけだった。 第2 9駆逐隊の苦境は青葉偵察機も報告している。大損害を受けた第2 9駆逐隊はガトー揚陸を断念した。白雲は切霧に栄光され、夕霧とともにイサベル島北側からショートランドへ向かった。救援の駆逐艦カゲロは8月29日昼に第2 9駆逐隊と合流し、30日朝に4隻でショートランド白地に到着した。 この状況を受けて、第24駆逐隊司令は指揮下山席のガトー業を中止した。連合艦隊や外南洋部隊は、第24駆逐隊のガトー突入を命じたが、24駆司令は独断で引き返した。輸送作戦は失敗し、当時の連合艦隊参謀長、宇垣きまとい少将は、陣中日誌、戦争6に別動隊たる24駆逐隊は敵に発見せられる。 ところなかりしも、右方により引き返し、第8艦隊は、強行を加齢。また、これを取り消す等の巨人でここにネズミ上陸の、第1日は見事に失敗せり。いかにするとも、この敵機を壊滅するに、ひざれは目的を達しが足しと記述した。連合艦隊は、第20区逐隊の陸兵を健在の、かげろうと、雨切りに移すよう命令していたので、 外南洋部隊指揮官は、不設官、津軽に、白雲栄光を命じた。この後、損傷官は、トラック白地での応急修理と、内地開港を加齢された。10月1日、第20駆逐隊は、解体された。白雲と夕霧は、共に、クレチンジフ警備駆逐艦となり、クレチンジフ部隊に編入される。二隻は修理のために本に戻ることになった。 10月7日、慶順洋艦、神通と駆逐艦、白雲は、入り泊した。翌8日、呉軍港に到着した。白雲の修理は、呉海軍交渉と、藤永伝造戦所で行われた。この頃、藤永伝造戦所では遊雲型駆逐艦、大波を建造していた。11月15日、平山敏夫少佐は、白雲駆逐艦長と大波義層委員長の兼務を、 命じられた。11月23日、大波偽装員事務所は事務を開始する。12月20日、吉川清中佐が大波偽装員長に任命される。平山少佐は、兼務を説かれた。なお、選手総書83巻200から202ページでは、1942年10月11日から12日の、サボ島沖海戦に、白雲が参加し、輸送隊の 夏雲が沈没した後、白雲と朝雲が村雲の救援と処分を行ったとしている。このうち、白雲は修理が必要な状態であり、実際に祖母島沖海戦に参加したのは白雪であった。白雲と村雲は吹雪型駆逐艦、朝雲と夏雲は朝潮型駆逐艦である。さらに、白雲と白雪は事態が似ている。 このサボ島沖海戦で、駆逐艦、吹雪が沈没し、ネームシップを失った吹雪型駆逐艦は、白雪型駆逐艦に改称された。1943年3月上旬、修理を終えた白雲は、訓練に従事した。4月1日、初雪型駆逐艦は、第9駆逐艦隊に編入され、9× は三隻編成となった。第9駆逐艦隊は、 北方部隊に編入され、戦時編成の改定により、第一水雷戦隊となった。当時の第九駆逐隊司令は、小西金目大佐であった。白雲は、呉から横須賀に移動した後、従順洋艦マヤを護衛して北方に向かった。青森県大港からは三隻で、バラムシル島に向かった。この頃、ガダルカナル島攻防戦や、 ニューギニア方面輸送作戦で最前線を奔走してきた朝雲は5月下旬まで横須賀で修理と整備を行った。朝雲の修理が完了して北方に進出するまで薄雲や白雲が臨時の司令駆逐艦となった。5月11日1400、護衛隊は特設水上規母艦、君川丸を護衛し、千島列島北東端のバラムシル島を出撃して、 アッツ島へ向かった。5月12日午前0時、白雲は改列して、バラムシルに向かった。同12日午前10日、アメリカ軍はアッツ島に上陸を開始、アッツ島の戦いが始まった。アッツ島来襲時、バラムシル在白の大型艦は、第5艦隊機関、前足かおらず、従順、那智特築艦、初島は前日に横須賀を出発したばかりだった。 北方部隊指揮官は修理中や移動中の各艦をバラムシルに進出させるとともに、君川丸推定による空襲、原油水上兵力による敵撃滅を試みた。同12日2000、マヤは白雲を率いてバラムシルを出撃した。だが悪天候とノームにより護衛隊と会合できず、君川丸の推定も発信できず、14日朝になり、 各部隊のバラムシル機頭を命じた。ちょうど、ナチと、初島がバラムシルに到着したので、第5艦隊機関は、ナチに戻った。連合艦隊からの増援部隊が加わり、5月15日時点の、北方部隊軍隊区分は、主体、支援部隊、水雷部隊、潜水部隊、航空部隊、付属部隊、17日付で、第5艦隊編入の第1駆逐隊となった。 20日、北方部隊は、アッツ島を包囲する米艦隊を奇襲するとともに、第1駆逐隊によるアッツ島輸送を発令したが、出撃は延期された。上風と沼風は、弾薬や糧食を満載し、ウェークと攻略戦における、第32号哨海艇と、第33号哨海艇のように、アッツ島に格座揚陸する予定であったという。5月25日、 北方部隊の軍隊区分が変更され、第一水雷戦隊司令官が指揮する前衛部隊が編成された。北方部隊は前衛部隊によるアッツ島緊急輸送作戦を命じた。同25日夕刻、前衛部隊はバラムシル海峡を出撃してアッツ島へ向かった。だが悪天候のため、旧式駆逐艦の航行は困難であった。 一水戦司令官は28日01452台、一駆逐隊のバラムシル祈祷を命じる。5月29日、アッツ島守備隊は守備隊長、山崎康代陸軍大佐を含め玉砕した。前衛部隊は、洋上で玉砕殿を受信し、バラムシルに祈祷した。アッツ島玉砕後の6月6日、バラムシル島白地に停泊中の第一、水雷戦隊機関、アブクマにおいて、 一水戦司令官、森友和少将が脳一血で倒れた。同6日夜、カムチャッカ半島ロッパートカ岬崎港高面で行動中の第一駆逐隊が対戦攻撃を行い、白雲と薄雲が支援に向かった。同日深夜、白雲は沼風と衝突した。沼風は大破した。白雲も艦首一部切断の損傷を受けた。 乗組委員に異常はなかった。両艦は応急修理で自力航行が可能となり、白雲は朝雲に沼風は若葉に護衛されてバラムシル島に帰島した。翌7日朝、阿武熊は森少将を大港警備府に移送するためバラムシルを出発した。白雲はバラムシルに戻ってきており、阿武熊やサミダレなど在白艦艇からは白雲の 損傷具合がよく見えたという。白雲と沼風は在白の従順洋艦に設現して修理を行った。6月12日、第5戦隊は北方部隊から除かれ、白雲も北方部隊、水雷部隊から除かれた。同日、第5戦隊と共にバラムシルを出発し、白雲のみ大港へ移動した。続いて、大港から函館港に開港され、 本格的な修理に入った。このため、第9駆逐隊の領艦が参加した、キスカ島撤退作戦には加わっていない。白雲が、函館市で修理中の同年8月5日、日本海軍は、第12航空艦隊と第5艦隊により、北東方面艦隊を進編した。第5艦隊機下の各部隊、各艦は、北東方面部隊として、引き続き、 千島列島や北海道周辺での作戦に従事する。この頃、舞鶴海軍交渉で満潮型駆逐艦霞の修理が完成し、9月1日付で第9駆逐隊に編入された。9月21日、白雲の修理が終わる。大港と大樽を経由してバラムシルに進出した。第9駆逐隊はバラムシル海峡を拠点に行動した。 10月31日、朝雲は第10駆逐隊に転出した。9× は三隻編成となった。司令駆逐艦は霞に変更される。11月になると薄雲と白雲は修理と整備を行うことになった。薄雲は呉れ交渉に同し、白雲は大港に残った。冒頭工事や大急打などの整備を行う。12月末まで白雲は 大港で修理と整備を行った。1944年1月1日、白雲はタンカー、帝陽丸を護衛して、占い、森島片岡湾に進出した。7日、2隻はバラムシル海峡を出発する。流氷の危機を脱したが、白雲は若干の浸水被害を受けた。帝陽丸を室蘭まで護衛した後、白雲は横須賀軍港に帰島した。 その後は、横須賀で修理と工事を行う。この頃、藤永伝造船所では遊雲型駆逐艦、修装を建造していた。1月22日、平山敏夫は修装偽造委員長に任命される。同時期、橋本正夫少佐は1月1日付で第7、駆逐隊所属の駆逐艦、佐々波艦長に任命されていたが、佐々波は、 中部太平洋方面輸送作戦十字中の1月14日、米潜水艦アルバコアに撃沈された。周総偽装委員長に任命された平山少佐の後任として橋本正夫少佐は白雲駆逐艦長に任命された。2月上旬、白雲は従順、高尾等と共に空母、運用の救援に協力した。7日、大港に到着する。 第9駆逐隊が揃い、訓練を行った。2月末、バラムシルへ進出した。3月1日、第9駆逐隊に、白ヌイ型駆逐艦の、白ヌイが編入された。この時点の、白ヌイは、輸送船団を護衛しながら、内地に向け航行中であり、白雲と合流することはなかった。戦前の宣伝とは裏腹に、日本海軍の対戦兵器と、 対戦戦術は問題を抱えていた。3月15日、第9駆逐隊3隻は輸送船4隻を護衛して、北海道から千島列島のウルップ島に向かった。対戦警報により釧路港に避難した後、3月16日午後4時に釧路を出発した。日没後、白雲は日蓮丸から誤射された模様で、1下を転じて敵味方を確認させた。 同日午後11時35分、北海道アイカップ岬約6 0トル沖でアメリカ潜水艦トートグが船団部隊を襲撃する。魚雷が命中し、白雲は強沈した。白雲後方約5 0 0ルにいた霞は白雲沈没現場で乗組員数名を認めたが、対戦行動と船団護衛続行のため救助活動を断念した。白雲では、 橋本正夫艦長ら全乗員が戦死した。日本軍記録北緯42度18分統計145度11分、北緯42.300度統計145.183度、42.300145.183。米軍記録北緯42度25分統計144度55分、北緯42.417度統計144.917度。 42.417144.917。東徳による被害は、白雲王鎮にとどまらず、日蓮丸も、巨雷を受けて沈没した。霞が、爆雷投下による、対戦攻撃を行ったが、東徳を撃沈できず、薄雲は、戦団を護衛して、釧路に退避した。駆逐艦、上風と波風が急かける指令の指揮下に入り、対戦相当を行った。 第一水雷戦隊司令官、木村正富少将は、駆逐艦、初春に、正規を掲げ、騎下駆逐艦と、解剖艦、くなしりを率いて、対戦相当を行うが、戦果はなかった。第一水雷戦隊の戦時日誌によると、3月13から15日に、陸軍航空隊が、北海道南方沖に、米戦水艦数石を発見しており、 海軍への情報伝達の不備が、白雲と日蓮丸喪失の一因と指摘している。当時、霞宝術長であった田上俊造によれば、白雲合鎮直後に海上に投げ出された生存者の多い、多いと叫ぶ声が聞こえていたが、敵潜水艦が海域にいたことや、船団の護衛任務があったため、霞は救助を行うことができなかった。一旦小樽に戻った、霞は、 再び現場に戻ったが、生存者の姿はすでに全くいなくなっていた。この時期の串郎沖の海水温は低く、途中で力尽きたものと思われる。日蓮丸の生存者もわずか46人、または47人であった。合沈した白雲に比べて沈没まで多少時間があり、イカダで漂流していたところを霞に救助された。大量の犠牲者を出した。 日蓮丸沈没の事実は遺族たちに伏せられた。真相が明らかになるのは戦後40年余りが経過してからのことであった。3月31日、白雲は除籍された。同日付で第9駆逐隊は第18駆逐隊に改編された。残存3席は引き続き第18駆逐隊に所属した。 艦長たちの軍艦誌271から273ページによる階級は就任時ありがとうございます。